どうも、激辛ジョニーです。今日もみんな新気をつけちゃおうとやっていきましょう。はい、ということでね、ありがとうタイ、バンコクにいるんですけど、今日ねちょっと最近ね、やっぱタイ来てタイ料理ばっか食ってるからね、ちょっと違う、たまにはねちょっと違う料理食べたいなと思って、でなんかね、いろいろ検索してたら、なんかね、リトルブータンっていう、ブータン料理屋さんを見つけたんですよね。まあブータン料理といえば、まあ世界で一番辛い、料理として有名なんですけれども、まああとね、世界一幸福度が高い国っていうこともありますけれども、なんで世界一辛い国かって言われてると、唐辛子を使った料理を、いっぱい作るんですって。これここだ、ここかな、リトルブータン。あ、リトルブータンここだ。はい、ちょっとね、このブータン屋さん、ブータン料理屋さん、ちょっと入ってみますか。はい、ちょっとどんな撮影できるかわかんないですけど、ちょっと行ってみようか。Yeah, momo is the best one. Momo is very hot. Best one. Yeah, because we have the momo vegetarian, momo with cheese, and you can have the chicken momo, pork momo, beef momo, and you can stain also the fry also. Okay, this one all the best. Okay, and you can eat the spicy. I like hot food. Hot food, spicy. Yeah, 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 hot food. Yeah, this one. Emanati. Okay, yeah, Emanati one. Yes. And momo, vegetarian cheese momo one. You want a steam one or the fry one? Steam. はい、ということでね、こちら来ました、ブータンを代表する料理、エマダツイでございます、ね、美味しそうですね。こちらなんか唐辛子とか、なんかその他食材を、唐辛子とか、いろいろなんか、あと唐辛子を主に使用したメインで、それをちょっとチーズで絡めた料理になります。僕も初めて食べるので、どんな味がするのか楽しみなんですけれども、いただきます。さあ、エマダツイお手並み拝見ですよ、ということでした。どんなもんかいと。すごい濃厚。チーズが濃厚でスパイシー、おいしい。これ全部唐辛子だよ、これえぐくない？うまい、これ。玉ねぎとか入ってる。おいしい。これうまいな。辛い辛い辛い。顔の周りがじわじわ熱くなってくるけど。なんでこのブータン、唐辛子をそんなに多く使う国なのっていうことなんですけど、ブータンって標高が高い地域で、他の野菜とか作物が育ちにくい環境なんで、そこで唐辛子が過酷な環境でも育つっていう状態になったんで、唐辛子を使った料理が多いっていう。はい、桃が来ました。ももは蒸し状態となんかフライド揚げる状態のやつが選べます。蒸し餃子みたいな感じですかね。はい、スパイシーな餃子って感じですね。パクチーの風味もしますね。美味しい美味しい。やっぱり標高の高い国ですから、こういったこうスパイシーな辛いものを食べて体を温めるという意図もあるんでしょうかね。非常にもう全身汗だくでございます。辛い。スパイシー。すごいね、これスパイシー。スパイシー餃子。すごいヒリヒリしてきた。これ全部唐辛子ですよ。ブータンの人たちは唐辛子を使った料理をいっぱい食べて汗をかくから幸せを感じているのかもしれないですね。唐辛子を食べることが幸せだと。じゃあ最後のエマダツイいただきます。これ、ごちそうさまでした。
いや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 、もう体の内側からもう汗がもう絞り取られましたよ。そうだね、辛さレベルの発表していきましょう。リトルブータンさんのエマダツイ辛さレベル、ジャラララジャン辛さレベル 6.5 です。はい、6.5 になりました。唐辛子大量使ってるんですけれども、濃厚なチーズがこう絡んでるんで、そんなにね警戒して食べなくても全然大丈夫です。あのお腹痛くなったりとか全然しないので、大丈夫かなと思います。もう今回ちょっとこの、 あのブータンで食べられてる代表的なメニューを食べましたけれども、まあ、あのページをめくるとね、とにかくメニューが真っ赤っかです。はい、唐辛子いっぱい使ってるんで行ってみてください。美味しかったんで。ということでね、僕のねこのエマダツイを食べたということでね、ブータン国民の仲間入りということで行こう。